こんにちは、佐々木です。本日はメルカリハワイで売れるものをリサーチしてみた。お土産がお宝商品になるなんてびっくり仰天です。というテーマについてお伝えします。それでは早速いってみましょう。はい。この動画ですね、ハワイでお宝商品ですね、多数あります。ぜひね、紹介させていただきます。はい。こちらですね、まずハワイですね、こちらを入力していただきましてですね、こちらで新品ですね、送料込みで売り切れで完了してください。はい。そうしますと、こういったですね、ハワイのね、お宝商品いっぱい出てきます。はい。で、ハワイでおすすめはですね、こちら、高知ですね。これを、押していただくとわかるんですけど、高知っていうのはですね、ハワイのアメリカのアウトレットで、なんとですね、半額なん、商品によるんですけど、半額です。で、これ全部ですね、半額の正金なので、これ見ていただくとわかるんですけど、ハワイ行ってさらに購入して使わずにしまっていましたってなんですけど、新品商品なのでかなりね、高く売れます。これでもね、利益出ますね。あとですね、こういった方ですね、チェックしていただければ、結構美味しい情報とか出てきますね。この方はスニーカーとかになってしまうんですけど、なってしまうんですけど、ハワイでね、実際に、アウトレットの半額商品とか、あとはですね、アメリカの方なんですけど、ルイ・ヴィトンのアウトレットショップでもかなり安く仕入れることは可能なようなので、ぜひね、アメリカ結構お宝商品で、正規品で日本で売っていただければ問題ないので、ぜひね、仕入れて売っていただければいいのと、あと旅行サインですね、購入してね、お土産として売っていただいても問題ないので、ぜひね、やっていただければいいかと思います。はい。はい。LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニュアルプレゼントします。ニックネームかスタンプお願いします。あと、YouTube か質問一切受け付けてません。LINE 登録によろしくお願いします。本日は、最後見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。